ちかな、いやここかな。ねえケイさんちゃん何してんの？芝の目を読んでるんです。よし、似てると思うんですよね。こう芝の目を読む感じってこっちに転がるかな、いやこっちかなみたいな感じで読み切って、適切な力加減で適切な方向にボールを転がしてあげるじゃないですか。恋愛も同じ、適切な判断と適切な計算が大事なんです。さすがだよ、さすがの計算だよ。でも計算ちゃん、なんでそんなに計算高くなったの？可愛いし、そんなに計算高くなくても恋愛うまくいきそうじゃない？ねえ、ゆくちちゃん。はい、綺麗で可愛いのに、うん、まあ、誰でも他人にはわからない悩みもあるもんだよ、きっと。じゃあ、計算、なんでそうなったのか教えて。そうですね、じゃあ、初めてこの話しちゃいますね。私、確かにモテたんですよ。可愛いし、綺麗だし、性格もいいし、結構派手めに見えるけど意外としっとりしてるし、あと品もいいし。いや、その自慢話みたいなの長くなるなら私部屋戻って寝るわ。もうちょっと続けられますけど、じゃあこの辺で。だから私モテたんですよ、そこそこ、いや結構、いやかなり、おいまあそんな感じなんですけど、でも自分から誰かを好きになったことってなくって、告白されるけど告白はしないみたいな。でもそんな時にすっごい好きな人ができて、結構地味めな男の子なんですけど、なんか図書室で本読んでるみたいな。でもその雰囲気が他の人と違っていいなって思って。わかる、そういう違う人っていいよね。私もクロワッサンも好きだけど、チョコクロワッサンにもグッとくるんだよね。でも計算さんならすぐカップル成立って感じじゃないですか？いや、それが違うんですよ。今まで勝手にモテてきたから、こう好きな人にどうやってアプローチしていいかも全然わかんなくて。え？計算さんなのに？それでモタモタしてたら同じクラスの女の子に取られちゃって。ケイさんちゃんかわいそう。もうめっちゃ悲しくて、めっちゃ泣いて、もうめっちゃ傷ついて、でももう傷つきたくないから、もう全部計算でできるようになりたいって思ってこうなりました。パッまあ素直すぎるとその分傷ついちゃうからね。っていうわけでエンジェル計算をよろしく。計算づくのアドバイスしません。